住み香は、セントフォース所属のフリーアナウンサー。元福島テレビアナウンサー。北海道札幌市出身。身長166センチメートル。血液型は、O 型。北海道札幌平岸高等学校、フェリス女学院大学卒業。大学2年だった2007年にフジテレビのアナトレでレッスンを受け、その流れで2008年1月から7月まで、 BS 富士ニュースの第14期学生キャスターを担当。これを機にアナウンサーを本格的に目指すようになり、2010年4月、福島テレビにアナウンサーとして入社。同年4月10日のサタフクに4人揃って出演し、特技のフラメンコを披露した。2010年7月24日、25日に放送された。 FNS26 時間テレビ内の12時間耐久ミワシャレースでは、福島テレビチームのメインドライバーを務めた。2011年6月27日から退職した原田幸子の公認として、FTV スーパーニュースキャスターに就任。同年8月31日、被災地支援子ども応援プロジェクト、職域出前授業、ハロー。どっこくんにて、松尾緑と共に、 福島県いわき市の幼稚園を訪れる。2013年3月、FNS アナウンス対象奨励賞を受賞。同年12月8日、郡山女子大学で行われた、FNS チャリティキャンペーン、支援国現地取材報告講演会にて、富士テレビアナウンサーの森本さやかと共演する。2014年3月、福島テレビを退社。同年4月よりフリーランスとなり、 セントホースへ所属した。2015年8月2日より2016年3月27日まで、報道局24出演と兼任する形で、BS 富士ニュースの日曜日朝、昼担当キャスターを務めた。セントホース所属者が、同番組の日曜日を担当するのは、青山恵美と中沢玲香が2008年3月に交番して、以来7年4ヶ月ぶりであった。 2016年1月30日からは、東京 FM 系列全国ネットの音楽番組、キリンビアーグッドラックライブのライブアテンダントを務めていた。2017年10月からは、東京 MX で昼のニュースを担当していた。なお、同時間帯は、福島テレビの同期アナだった長沢彩子が出演していた TBK ニュース、天気と放送時間が被っていた。 2018年11月9日付の自身のブログにて結婚したことを報告した。2019年10月24日に第一、死妊娠を公表した。2020年2月14日に帝王切開にて第一死である女ジ児ジを出産した。現、北陸放送アナウンサー。現、静岡朝日テレビアナウンサー。現、テレビ朝日記者。現、ラジオ大阪アナウンサー。 現 TBK アナウンサー。当時フジテレビアナウンサー。現在はホリプロ所属。アニメワンピース終了後の2分間。ありがとうございます。